これがさっきのコースの、おお、あ、最後のやつですか。そうそうそう。これがどういうみんな動きをしてたか見える。すげえ面白いこれ。あーやれたぞ。なになになに、飛び出る瞬間に当たった。やば、一人殺したわって言うあれか、そういうことだったのか。やばい、真っ黒の、イカスミじゃん。イカスミの外から見るとあんなになる。外部から見るとめちゃくちゃ真っ黒。こんな面白い。自分から見る目線だとあんまりそんなになんかあれなのに、うんうん、外から見ると真っ黒、うん。どうですか、ね、なんでもいいです。スマブラはやったことあります。あ、スマブラもあるよ。なんでもあるから、なんだろうな、2人でいける。ぷよぷよ、スマブラ、オーバークック、カップヘッド、マリバ。カップヘッドって来てくれるんですよ。あのアクションゲームやったことある？見たことあります、実況。それやってみる。やります。いや、なんか難しいって言ってました。むずい。面白いよ。やりごたえがある。すごい、なんか敵との力の差がすごいなって思ってました、うん、実況見てるときは、うん、面白いんだよね、うん、好きでやるんだけど、アクションゲーム苦手でね、なかなかいけない。麦読んで。カジノに入るとカップヘッドとマグマはあっという間にサイコロのテーブルで勝ちを重ねました。あ、カジノに入ってきてやってるんですね。そりゃすごい、君たちは負け知らずだね。カジノのいかがわしげな支配にキングダイスが言いました。やるな坊主ども、兄弟ははっと息を飲みました。なぜならこの声の主はカジノのオーナーデビルだったからです。そろそろ賭け金を上げてみるか。デビルは歯を見せにやりと笑って言いました。ちょっと赤ちゃん後ろ姿、うん、もう一度お前たちが勝てばこのカジノの金を全てくれてやろう。デビルが大きな声で言い放つと辺りは沸き立ちました。ただし負ければその魂をいただく。さあ取引するか。すごい、するか、するんで、ね、もうさ、もう金に見えくらいな顔しろ、ね、すごいな。さて貴様らの魂だが、兄弟を命に置いてました。かわいい。きっと別の法でお返ししますから。マーグマンは言葉に詰まりながらも訴えました。そうです、お願いします、カップヘッドも言いました。カップヘッドとマーグマンはすっかり怯えて全速力で逃げ出しました。早くマグ、カップヘッドは言いました。ケトルじいさんのところに行こう、きっとどうすればいいか教えてくれるから。カップのじいさんはケトルなんだね。ケトルなんですね。容量が上がってくるんですかね。そういうことか。お父さんとかお母さんボトルぐらいだろ多分。困ったもんじゃな、お前たちもデビルの手先などになりたくないじゃろ。じゃが断ろうもんなら考えるのも恐ろしいことになるだろうな。常に運動して、とにかく今は調子合わせておくしかあるまい。その契約書とやらを集めてな。汚れ仕事に備えるのじゃ。意図的に回ってしまえば債務者であるお友達からの協力を得られまい。それどころか恐ろしい怪物に姿を変えてしまうじゃろう。お前たちがカップの中身をぶちまけてしまわんようにこのポーションを用意してやったぞ。さあ持っていけ。きっとお前たちに素晴らしい魔法の力を授けてくれるじゃろう。さあわしの机で神秘のインク壺を使うんじゃ。戦うためにはそれなりの準備が必要じゃぞ。だってよ、これボタンを押すと多分生まれる。なるほど、うん、わあ、そう、マグマンが、マグマン、マグマン、あ、すごいすごい。麦の顔が全然映ってないな。でもこればっかり見てる。どうや、いけそうやな。あ、これだな、いい。
しゃがみましょう。おしっぱい。おすごい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 。なんかやってる。なんかやってる。なるほど。死んでいる編み方を持ってパリするってアドバイスすると、Thank you って言っただけ。おぉ、ポークだ。すごい、向こう。今4金あるから変えはするの。何よ、こう。ちょっと待った、怖い、いっぱい出てくる。覚えておきたまえ、レギュラーモードのバトルでのみ債務者の魂の契約書を獲得できる。さあ行け。ああ、どういうこと。ああ、はいって感じ。そうですかって感じ。でもまあまあ強かったですけど、うん、助けられるように。ああもういい。ああ、早い。めっちゃ撃ってくるんじゃん。ああ、死んだ。助けて、助けて。あれ、じゃあ Thank you。